大神研究所、もう昔の面影など何も残ってないか。パパ、ボルゾイは私が必ずやっつけてあげるから。久しぶりに来てみたら見る影もないな。このところ姿を見せないとは思っていたが、どうやらミニ四駆会を追放されたというのは本当の話だったみたいだな。ん？俺以外にもこんな場所に来る物好きがいたのか。ここは私の思い出の場所だ。見ず知らずの奴に物好き呼ばわりされる覚えはない。思い出の場所？ここがか。そうさ、ここはかつて最強のマシンを作るための研究所があった場所。パパの作った大神研究所がな。パパ？ああ、最高の研究者さ。お前も大神の名前ぐらいは聞いたことがあるだろ。最高の研究者何がおかしい。グレートジャパンカップもワールドグランプリも大神という男が作ったマシンが優勝したなんて話は聞いたことがないぜ。レースに勝てなかったのはマシンのせいじゃない。レーサーがヘボだったのさ。何？やつらの無様なレースのおかげでパパは勝てるレースに勝てなかった。それにこいつの完成がもう少し早ければパパもあんな悔しい思いをしなくても済んだんだ。そのマシン、ファイヤースティンガー、私の相棒さ。レイスティンガーの造形機か。レイスティンガー、あんな旧型と一緒にしてほしくないね。ファイヤースティンガーの性能はあの程度のマシンとはわけが違う。こいつはパパの作った最強のマシンだ。ほう、それが大神の作った最新マシンか。噂には聞いていたが、まさか本当に開発されていたとはな。お前、大神研究所のレーサーだったのか。そうでなければこんなとこにわざわざ人が来ると思うか。マシンのスペアパーツを探しに来たつもりが予想外の収穫だ。ファイヤースティンガー、俺のレースティンガーをベースにどんな改良を施したのか確かめてみる価値はありそうだこんなところでもたまには来てみるものだな。俺のレイスティンガーだと？ちょうどいい。レイスティンガーもそろそろ本格的にレースをさせてやろうと思っていたところだ。復帰第一戦目に大神の娘、そして大神の作った最強マシンとやらとレースというのも悪くないな。お前、まさか。俺の手で生まれ変わったレイスティンガーとお前のファイヤースティンガー、どちらのスティンガーが速いか試してみましょうか、お嬢さん。
その程度でレイスティンガーに勝とうなんてな。バカな、パパの作ったマシンとはいえバイアスティンガーがこんな旧型に負けるなんて。さっき言わなかったか。今のレイスティンガーはすでに大神の作ったマシンじゃない。俺の手で生まれ変わったマシンだ。生まれ変わっただと？俺は大神が作ったマシンのままじゃ勝てないと分かっていたからな。自分の手でレイスティンガーの能力を引き出した。自分の手で？これで分かっただろ。大神の作ったマシンがレースに勝てなかったのはレーサーが悪かったわけじゃないってこと。今のレイスティンガーは俺の手で進化したマシンだ。たとえお前のマシンが大神の作った最強マシンだとしても、あの頃のレイスティンガーをベースにしたのならたかが知れている。いくら改良型を作ったところで俺にかなうはずがない。バイアスティンガー、俺がレースに出てない間に随分と知らないレーサーが幅を利かせているようだし、そろそろ俺も復帰するとしようか。お前もレースに出るのか？ああ、知らない奴らに一番早いと騒がれるのも気分が悪いからな。お前も大神のマシンが最強だと証明したいのなら、いつでも挑戦してこい。相手になってやるよ。またな。大神研究所最強のレーサー、土方れ。借りは必ず返すよ。